Metamorphosize your heart, unleash the hell inside. We will crack the door as the two thunder make for contact. Here, take my hand, resurrect what was fair. In your head, accelerate, no time for breakdown. Here we ride. Didn't care if the world into the hall tonight. Metamorphosize your heart, unleash the hell inside. We will crack the door as the two thunder make for contact. フェイスドロップだけでは邪神を目覚めさせることはできないか。邪神の封印を解くにはその血を継ぐ者、邪神の娘の存在が不可欠、そう言ったはずですが。そうでしたね。ですがだったらあなたでもいいんじゃないですか。バーナード補佐官、あなたも邪神の血を受け継ぐ者、邪神の末裔だ。残念ながら生贄は女だと昔から決まっていましてね。なるほど。まあ慌てることはない。邪神の娘は自らここにやってきます。その体に流れる忌まわしい血に導かれてね。来たぞ。天への兆しだ。おそらくこれが最後の戦いになるだろう。 我々にとっても、ドルファにとっても。どうした？旦那。なあ、お前ら本当にいいのか。どういう意味じゃ。ここまで俺のわがままで、お前たちを引っ張ってきちまったけど、いいのか。本当に死ぬかもしれないんだぞ。何を言ってるの今更。そうや、おいらは何も後悔してへん。 これからもや。何があってもついていくで、旦那に。そういうことだよ、パン君。あ、泣いとるやんか、旦那。違う、目に虫が入っただけだ。さあ行くぞ、アホども。
頑張る。やらせてもらう。図らせてもらおう。うん、うん、これでデータが取りやすく。まさか生きていると思いませんでしたわ。ゴキブリ並みですね。マリアノ、お前らに構ってる暇はねえ。どけ、道を開けろ。あなた方に感謝します。生きていてくれて嬉しいですわ。私の手で殺せますから。殺しちゃえ、殺しちゃえ、殺しちゃえ。私の体につけた傷の恨み存分に晴らさせてもらう。策があれば勝てる。計らせてもらおう。くだらっ。よし、うん、あり。私が行く。バカな。次の回。ほい。よし、次だ。あなたも。さて。そこ、それ、だ、それ。やるぞ、アリ。だ。うやっ。私が行く。次の回。い。次の回。うん。たえない。私の。拳で全てを飾った。もっと強くならなければ。ま、当然の結果より男前になったって。よく来たな、邪神の娘。驚きだ、本当に自らやってくると。やはり血の定めには逆らえぬということか。勘違いしないで。私がここに来たのはその定めを断ち切るため。あなたたちの思い通りにはなりません。愚かな。血の呪いを解くことはできぬ。お前はただその血に従えばいい。ティアラハン、派生するで。決断。ファンが、ティアラが。何？邪神の娘はいただいていく。逃がさない。あなたを私が殺す。うっとしいぜ。詳細データを。そこ、こんなものかでは。キリス、うりゃっ、キリス、リバンだ。おら、おら、おら、ほい。次は誰だ。どんな。計らせてもらおう。悪いで、やっ。
ってな。キル！うりゃっ！くっ！だっ！わたしがよく。パーッ！次の回！そらそら！次は誰だい？わたくしの。早く殺しなさい。いいんだよ、そういうのは。バカな真似はやめなさい。後悔することになります。いつか私があなたを殺す。勝手にしろ。だがな、覚えておけ。今度も勝つのはこの俺だ。ファング、急いで。ティアラが危ないよ。ああ、分かってる。見せてもらおう。あ、それ。よっ。うん。行くぜ。アリ、キル。うりゃっ。はっ。次、俺たちにかかれば。詳細データを。だ。こんなものか。捕まえる。しか。実験開始だね。始める。じゃ。バケモン。バリッタ。詳細データを。それ。うん、うん、いい。
邪神像。暗黒の神殿へようこそ、邪神の巫女よ。シャラモン、私をどうするつもりですか？これから僕は君を殺す。邪神復活の儀式の後、君を殺し、僕が邪神を宿す器となる。僕が邪神を封じ込めることで、この世に平和がもたらされるんだ。無理ですわ、そんなこと。あなたは神にでもなるつもりですか？その通り。神となるべき男に君は愛されたんだ。喜んでくれ。はい。なんですか、突然。気持ち悪い。僕はずっと不思議に思っていた。君を見ていると妙に胸が騒ぐ。ときめくと言ってもいいだろう。自分でもよくわからないが、僕たちは別の世界で、別の次元で何度も出会ったような気がする。そして僕は何度も君を殺した。何を、バカな。感じないか、邪神の血を引く君ならわかるはずだ。僕たちの絆が、僕たちの因縁が。私たちの因縁。どうしたの、キャイ？キューン、キッキッ。アム、ティアラがヤバいかも。先を急ぐぞ。ここから先は神聖の場だ。貴様らのような者たちが足を踏み入れることは許さん。お引き取り願おう。その言葉、そっくりそのままお返しするぜ。怒る、頑張る。はっ、そこ、ヒッ、やっ、あるぞアリー、キリス、うやっ、キリス、計らせてもらおう。いい感じだ。この程度の連中に。メートはもらったよ。大きくなる。強くなったみたいだね。うむ、レベルアップだ。認めんぞ、貴様らごとき劣等な人間に敗れるなのと。私は認めん。おとなしくそこでぶっ倒れてろ。そこ、ふっ、詳細データを。はっ、やっ、うん、うん、いいね。実験開始だね。頑張る、そこ、ふっ、いくよ、くらいだ、それ。いい感じだ、捕まえてきょ。
驚いたな。あの傷で生きていたとは。改めて認めよう、君の価値を。てめえに認められても嬉しくもなんともねえぜ。そんなことよりティアラを返せ。バカなこと。もうすぐ邪神が蘇る。君の血で邪神復活を祝ってやる。血の宴だ。蹴りをつけようぜシャルマ。叩きのめす。始める。そこ狙う。は行くよ。クタンガそれ引けそう。いい感じだ。世界を。無駄だったね。無駄だよファング。どうあがいたところでもう遅い。見ろ、邪神の復活だ。目が邪神。ファングさん、私を殺してください。ティアラ、まだ間に合います。私を殺せば邪神の復活を阻止できる。赤言うな。そんなことできっか。殺せないのかファン。僕ならできる。ファン、分かった。思い出して、過去に戻る前、ティアラが誰かに殺された時のことを。今のあなたなら見えるはずよ。どうしたんですかシャルマン様。こんな大事な時に。この戦いに負けたら全てが終わりなんですよ。ティアラさん、あなたを殺します。知ってますよ。あなたは邪神の末裔だ。僕はこの世界の平和を守りたい。死んでくれますねティアラさん。わかりました。お好きなように。なんてこった。シャウマンのやつ、本当に言ってやろう。でもあの時と今は違うわ。以前のシャルマンは邪神復活を阻止するためにティアラを殺した。世界の平和のために。けど今のシャルマンはティアラを殺すことで邪神を自分の中に取り込もうとしている。この世を支配するために。生まれるぞ最強の神が。ファークさん、早く早く私を殺しなさい。ティアラちゃんを殺せば世界が救われる。一人の少女の命を救うか、世界を救うか。どないするんや、旦那。もうためらってる時間もありません。ファーク、早くしなさい。うるせえ、ギャーギャーわめくんじゃねえ。答えはな、最初から決まっているんだよ。いやあ、言ったはずだ。俺は運命を変えるって。お前を殺したら運命は変わらない。ファングさん、バカめ、それで運命を変えたつもりか。ファング、お前は世界を犠牲にした。そして僕の願いは成就した。ファング、結局お前はティアラを守ることもできない。邪神覚醒の生贄となるがいい、ティアラ。おお、ついに邪神が姿を現したか。その力、邪神の力は私のものだ。太古よりその血を受け継いできた私が手にするにふさわしい。悠久の時よりよみがえりし邪神よ、我にその力を。なぜだ、末裔である私を。なぜ。邪神は血を欲しているようだ。この際男でも女でも構わないらしい。
バカな男だ。ティアラの代わりにその血を邪神に捧げるとは。だが、そのおかげで邪神は覚醒を果たした。この剣に乗せて、我が肉体を、我が魂を、我が願いを届ける。邪神よ、受け取るがいい。あれはシャルマンなのか。わからない。ただ確かなのは、世界を破滅へと導く巨大な力を持っているということ。邪神そのものよ。珍しい。いいね。出番。狙う。はからせてもらおう。はっ、やっ、はっ、行くぜ、アリン。はっ、はっ、はっ、キル。なかなかやっつこしは耐えてくださいね。頑張る。やっ、そこ、狙う。ふっ、次。を救うのは僕の。より男前になったっちゅうことやな。生身では。旦那！バクシャン！なんだ？アリン、お前。ファング、あなたに女神の力を。力が、信じられねえくらいの力が溢れてくる。女神降臨。どうしてだ。なぜ女神の力が俺に。ティアラ、邪神の血を持つ者さえも救おうとしたファングの思いが女神に届いたんだよ。ようやくかよ。遅んだよ。だがありがてえ、せっかくのプレゼントだ。使わせてもらうぜ。あいつをぶっ倒して邪神を封印する。邪魔すんなっての。出番。フィジカルエフェクト、ゲインフィジカルアット。さーてと、キル。終わりにしましょう。始める。狙う。はっ、やっ。終わりにしましょう。いけそう。やらせてもらう。すぎる強さですな。邪神の力は女神の力を上回るのか。失敗すんな。あんな奴にこの俺が負けるかよ。ファングさん、まさかシャルマンを助けようとしているのですか。私を助けたように。そうなんですね。
ファング、何をしてるんだ。そんな剣では邪神を倒すことはできないよ。シャルマン、まさか僕を救おうとでも考えているのかい。残念だがそれは叶わない。僕の魂はもうここにはないからね。すべて邪神に飲み込まれてしまったよ。こうなったことに後悔はない。僕は望んで邪神と一体になったんだからね。そうすることで邪神の力を完全に制御できると思ったんだ。だがその結果がこれだ。だからファング、君に僕の思いを託す。この世界を守ってくれ。今さら何言ってやがる。ふざけんな。勝手すぎるだろうが。なんで俺がお前の言うことを聞かなきゃならねえんだ。そういう面倒なことは自分でやれ。僕の思いは託した。頼んだよファング。最初に会った時からてめえのことは気に入らなかったんだよ。しゃ、うっせえ、吠えてんじゃねえ。もう遠慮はしねえ。手加減抜きで行くぜ。覚悟しろ邪神。ディスルエヴァ。狙う、いや、まずいかもね。はい、それさあ行くぜ。はっ、キル、はっ、キル、だはっ、力の差を知りなさい。頑張る。ふっ、そこ、ふっ、はっ、まだ平気。フェアライズ、シーケンスコンプリート。さあ行くよ。痛いよ。はそれ、救うんだ世界を。だから君たちが邪魔だ。これで消えてもらうよ。力の差を知りなさい。まだやれるぜフェアロイズ。フェアライズシーケンスコンプリート。さあ始めようか。うりゃっ、そこ狙う。じゃあやっ、それだはっ、キルス、てめえはこの世に必要ねえ。封印させてもらうって言ってんだ。新しい力。女神、頼む。邪神封印する。ファングさん、ファングさん、いやーよかったよかった、本当によかった。ドルファに再就職できて。なんだかんだ言ってもドルファ、腐ってもドルファ、いろいろあったけどドルファが一番。まあね、ドルファ以上の大企業なんてそうそうないもんね。でも今度の社長相当厳しいみたいよ。わかってる。だからこうして手土産を持って挨拶に行くんじゃないか。
礼します。パイガがご挨拶に参りました。社長、まずはこの手土産をご賞味ください。1日10本限定の幻の羊羹です。私、朝の3時から並んで手に入れました。マリアの社長のために。そんな暇があるなら仕事して。仕事しろ仕事しろ仕事しろ。成績上げないと即クビにします。それだけはご勘弁を。ねえ、そこのお兄さん、あんたフェンサーでしょ。いい情報があるんだけど、どう？ほう、情報屋か。面白そうだな。聞かせてもらおうか。じゃあその前に3万ゴルドちょうだい。高え。そんなに払えるかよ。もう少し安くしてくれよ。お兄さん知ってる？強いフェンサーほど金払いがいいって。お兄さんすっごく強そうなんだけどな。そうか。3万ゴルド、安いじゃねえか。毎度あり。よく晴れましたね。いい天気だ。旅立ちにはもってこいの日です。ほんとそうですわね。ねえねえガルドちゃん、何か忘れ物ないかしら。ハンカチとかティッシュとか。大丈夫や、両方ともちゃんとポケットに入っとる。他にもっと大事なものがあるだろう。ちょっとお出かけってんじゃねえんだぞ。世界を放浪しようってのに。大丈夫かお前ら。心配いらへん。元気とやる気があればなんとかなるわ。そうそう、ズボラぐらいがちょうどいい。失敗もまたよしだ。完璧なんて何もおもろない。ワイはおもろいことに出会いたい。せやから旅に出るんや。ワイ自身もっとおもろい男になるために、もっとこの世界のことをよく知るためにワイは旅をする。それにしてもあの戦いは何だったんだろうね。写真を封印するために女神はその力を全て使い切り、女神、邪神ともにまた深い眠りについてしまった。結局集めたフィオリーはまた方々へ散らばり、全てはこれまで通り元のまま。人間も妖精もこの世界も。そうだな。だがこの目で私たちは見たじゃないか。自らの手で運命を切り開き、自らの力で運命を変えた者たちを、この世界をどうしていくか、それは我々一人一人の力と思いなんだ。良き世界にしたいという強い願いなのさ。ま、そんな感じでどうだろう。うむ、そういうことですな。ええやんか、それで。意義なし。ほな、ワイたちはそろそろ行くわ。皆さん、お達者で。ピピ、君はどうするんだい？家に？前からうすうすとは感づいておったんだが、このエフォールという娘、あまりに常識知らずの世間知らず。この際、我が輩が一から徹底的に教育しようと思っておってね。こうして知り合ったのも何かの縁ですしな。断固拒否。ハーラーさんが自宅にお戻りになるんですよね。執筆活動をされるとか。ああ、今回の出来事を記録に残そうと思ってね。記録ですか。光と闇に命あり、光は女神となり、闇は邪神となり、両者は激しい戦いを繰り広げた。こりゃ大仕事だな。いやいや、大変そうだ。お前の身の回りの世話が。やりがいがある仕事だろ、バース。ああ、お互いにね。いい風、覚えてますか？このソーユル草原で初めて出会ったんですよ、ファングさんと、そしてアリンさんとも。ああ、そうだったな。本当にアリンさんは消えてしまったのですか？あいつはもともと女神の一部だからな。自分の居場所に帰ったのさ。ちゃんとお別れしましたか？あの女神の光の中で。
消えていく。私の記憶が、思いが、どんどんなくなっていくよ、ファング。私、女神の元に帰るんだね。嫌だ、忘れたくないよ、ファングのこと。俺は絶対忘れねえ、お前のこと。だから安心しろ、俺の中にお前がいる。さよなら、ありがとう、大好き。風が吹き抜けて
いやらしい。思い出し笑いなんかして。別に笑ってなんかね。しっかり笑ってましたわ。似たーって。ね、キュイ。キュイ、キュイ。ありがとうございます、ファングさん。私はずっと血に囚われて生きてきました。でも、もうそれはおしまいです。あなたが全てを変えてくれた。私は新しい道を行くことができる。本当の自分を見つける道を。そうか。ファングさんはこれからどうなさるんですか？さあな。今の俺はフェンサーじゃない。それでも俺はお前を守りたいと思っている。だから